ようございます。ミスロイの坂上です。もう一回いいですか？ミスロイの坂上です。よろしくお願いします。ここが私のアトリエになります。何も物がないです。ミニマリストすぎて皆さんに驚かれるんですけれども、仕事だけでなくプライベートも本当にミニマリストで、ほぼ何もない。ミスロエの、 あのブランディングをあのご覧になられた方とかは知ってるかもしれないんですけれども、レスイズモアというか削ぎ落とした美学というのをすごく大切にしていて、私も結構生活の中でその哲学がすごく好きで、何をするにもやっぱ余白がないと人間でいっぱいいっぱいになってしまうなと思っていて、新しいことを考えることもできなくなってしまうし、それこそ人に優しくすることもできなくなってしまうしってなった時に、やっぱ余白を自分の中で持ちたいと思っていて、なのでなるべく気が散るようなものとかを周りに置かずに、仕事場も余白を作って、ちゃんと時間的な余白を作る、精神的な余白を作るっていうのをあの心がけているので、こんなに削ぎ落とされたアトリエになっております。はい、ミニマリストなんですけれども、アイデアソースになるものをお家でも会社でも少しだけ飾るようにしています。まあ、最近のお気に入りアートはこちらです。中井奈美香さんという女性の作家さんのアートなんですけれども、まあ、今回ミースロエで初めてアートプロジェクトというとても素敵なクリエーション企画をやることになり、まあ、その第1弾のコラボレーションで中井奈美香さんを選ばせていただいて、この奈美香さんのファインアート作品から、まあ、私がインスピレーションをいただいて、このアートを取り込んだミースロエの、 あの素敵なお洋服を作成するというプロジェクトを実はやっております。ミースロエというブランド名がミース・ファンデルロエというドイツの建築家 の、 あの方からいただいているお名前なんですけれども、建築ですけどアートのような素敵な建築を作られて、それが後世に残っているということで、その意思というかスピリットを入れたくて、アートと絡ませたあの商品を作りたいなとずっと前から思っていて、ついに第1弾アートプロジェクトとしてできることとなりました。普段のデザインについてなんですけれども、そのシーズンに女性がどういうところで過ごしていて、どういうことを思っていて、どういうふうに誰と過ごしているのかみたいなところを結構考えるところから始めることが多いです。なので一番最初にそういうシーンをあの彷彿とさせるイメージマップみたいなのを作ります。でそれをあのチームのメンバーに可視化できるように共有して、あとまあテーマとかこういう風な思いで作りたいっていうのを、まあ、軽く説明してから、じゃあ何を作ろうっていうのに移行することが多いです。今回のアートプロジェクトのデザインなんですけれども、奈美香さんの作品からインスピレーションした、まず素材作りから始めました。でそれがこちらのね、素材なんですけれども、特殊な糸を使ってるので、ところどころちょっと光沢感もあるような、ちょっと奥行きのある、もう本当にこの世で一つだけのオリジナル素材をまず作るところから始めて、納得いくものができたので、じゃあここから何のアイテム作ろうかなって、その時期に皆さん何を着てどうやって過ごしているかなっていうのをあの考えながらアイテムを作るっていう感じになります。先日あの金沢に行かせていただいて、奈美香さんと本当直接お会いすることができて、実際にお会いしてやっぱどういう方なのかとか、その人の醸し出すなんか雰囲気とか、そういうものを吸収したいなと思って、この前金沢に出張に行ってまいりました。実際にお会いしてすごくファニーな方だなと思いましたけれども、あの彼女の作品からも感じるように、ファニーなんですけどすごく芯がある、だけど繊細さも持ち合わせていて、彼女自身を体現している作品を作っているなと思っていて、彼
彼女の作品ってすごくグラデーションだったり違う質感の素材を組み合わせて伝統工芸の技法とか結構歴史とかも尊重しながら日常で使える器を作っていたり、またまたファインアートと呼ばれる本当のアート作品を作っていたりとか、さまざまな試みをしている方なんですけれども、どれにも共通しているのが強いんですけど繊細、その相反する作品が多くて私もそれを感じ取っていたんですけれども、やっぱ実際ナミカさんにお会いしてもうそのままの方だなっていう風に思っていて、すごく共通点もあったりして、本当初対面とは思えないくらいの、一方的に思ってるだけかもしれないですけど仲の良さというか、ちょっとなんか通ずるところがあって、本当に行って直接お話ししてみてよかったなって思います。生き別れた兄弟、ナミカさんがポロッと言った本をたまたま私もすっごく大好きで読んでいて、わかるみたいな、とりあえずもうわかるっていうのがめちゃくちゃありました。金沢ではもちろんナミカさんに会いに行くっていうのも一つの目的だったんですけれども、彼女は金沢を拠点とされている作家さんで、やっぱそこで作り出すクリエーションってその土地の雰囲気とか環境とかすごく影響を受けると思うので、実際にナミカさんが本当リアルに行く川とか工房とかも今回訪れて、すごくリアルな空気感を知れたっていうのもすごくいい経験だったなと思います。ランチタイムです。普段食べてるものはそんな変わらないんですけれども、その時の旬の野菜、タンパク質と炭水化物最近筋トレにハマってることもありまして、 PFC バランスを意識しながらバランスのいい食事を心がけてます。一日の食事の中でいかにタンパク質を多く取れるかってことを意識しながら献立を考えてます。筋肉をつけたいからもう筋肉なんです。私はもう痩せたいとかじゃなくて筋肉をつけたい。普段はお弁当が多いです。とても人にはお見せできないようなお弁当なんですけど、お肉かお魚、ここはもうローテーションです。とその時の野菜の炒め物、あとご飯を炊いたものを 100g で、私は家に白米は置いてないのでインディカ米っていうインドのお米、もともとそれが好きでそれを持ってきてます。しかも炊飯器ないのでうち一から鍋で毎回、ミニマリストすぎて炊飯器置くことをやめたっていう。炊飯器と電子レンジ、そう電子レンジないんですよ。冷蔵庫ありますよ休日は前は土日どっちも予定入れることが多かったんですけど、最近はどっちかは予定入れてどっちかはもう何もしないっていう日に決めています。で予定入れるときは映画見に行ったり、それこそ私はアートが好きなので美術館に行ったり、友達と美味しいご飯食べに行ったり、筋トレしたりして過ごすことが多いですね。この前ちょうど読み終わったんですけど、ゼロウィズダイっていう青いカバーの本なんですけど、これめちゃくちゃ私刺さったのでぜひ興味ある方は読んでいただきたいです。人生とはみたいな本です。アイテムが決まった後の生地選びなんですけれども、いろいろカウンターがありまして、その中から本当にアイテムに絶対的に合うものを選んでいきます。同じ例えばワンピースだったとしても生地とかによっても全然質感も落ち感も見え感も着た時の肌触りの感じも違うので、結構ここではもう何十枚100枚ぐらいもいくかもですね。なんかいろんな素材をとりあえず見てもう最適な自分のイメージに合うものを選ぶことが多いです。できるだけ自分の責任を取れる範囲でのサステナブルな素材を使うことが多いです。リサイクルポリエステルだったりオーガニックコットン、地球にも人にも優しいコットンを使ってみたりとか、そういう素材を選ぶことが多いです。おしゃれ好きです。でも私の好きなおしゃれは俗に言うおしゃれではないかもしれない。私の中でのおしゃれは好き質が良くてシンプルでセンスがいいものをまとうことが私の中のおしゃれです。散
ルが上がってきたらサンプルチェックになります。実際にこう今自分がやりたかったものが初めて形になっているところで、でもまだ初めて形になっている商品なので、ほぼもうこっからがスタートみたいな感じで、実際にあの素材と自分がやりたかった形がどのような質感とか揺れ感とか立体的な感じとかもここでチェックして、あと自分で着て着心地とかそういうのもあの確かめながら一個一個修正していくという流れになります。で、素敵って思いました。生地がもうすごく素敵な生地を今回作れたので、多分何作っても絶対ハマるだろうなとは思ってたんですけれども、でもそれを、まあ、ミースらしいデザインで落とし込むことによって、さらに私の想像の上を行くような素敵な商品ができたなと自分では思っております。ニットも今回その波香さんコラボでお作りしていて、縁にすっごい薄いシルバーの素材感を使ったモチーフの作品があるんですけれども、まあ、そこからインスピレーションを受けて、こういう端にそこからのインスピレーションを受けたちょっとラメシを一本だけピーって入れてみたりとか、そういうこだわりは結構コラボ商品じゃなくてもオリジナルの商品でも実はあって、それを大々的に打ち出すことはしないんですけど、実は裏テーマこれなんですとかデザイナーたちの中ではあって、そういう商品は結構ミスロイは多く作っているかなと思います。第一にトレンドって言ったら、まあ、ランウェイですね。メゾンが出すランウェイからトレンドを汲み取ることももちろんありますし、その世界的なトレンド以外にも日本のマーケット独特のトレンドっていうのもあって、雑誌も見ますけど、私はリアルに街に出てひたすら歩いてる人の服を見ているっていうことが多くて、そこからトレンドを自分自身であのだから発見することが多いです。普段は生活リズムが朝方で、結構8時ぐらいから出社してることが多いので、もう帰ります、5時過ぎなんですけれども、夕方には帰ることが多いので帰ろうと思います。今日はありがとうございました。ストイックなのめちゃくちゃ不便ですよ、電子レンジの。大丈夫ですか？ありがとうございます。